浮いちゃおうかしら。お話しましょ。なぜベンチがここに。お急ぎ便ですぐだったわ。そこはどうでもいいかな。これってまさか。まずは隣に座ってくれるかしら。ピューイー。実はね、私好きな人がいるの。わかった、サンちゃんだな。その人のことを考えると胸が苦しくなって、でも毎日会えるだけで本当に幸せなの。サンちゃん、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 私ね、サンちゃん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 。ジョーロ君が好きなの。なんでここだけテーマイベント、よりにもよってこいつだけ。お、あそこにするか。なぜあんなところにベンツィが、ベンツィがあるんだよ。考えろ、これまでこいつが現れるたび俺は不幸のどん底に叩き落とされた。つまり今回はまさかサンちゃんの好きな人って。まずは隣に座ってもらってもいいか。そろそろ。やべえ。実はさ、俺の好きな人なんだけどさ、その子のことを考えると胸が苦しくなって、でも毎日会えるだけですっげー幸せになるんだ。わかった、俺にしよう。俺の支え受けにはなかなかの定評がある。俺は三色院スミレ子さんって子が好きなんだ。どうしてこうなった。このまま立ち話もあれですし、あそこに移動しましょう。はいはい。ベンチ、なぜだ、怖い、なぜそこにある。ジョーロ、待て。まずは隣に座ってもらっていいですか。そのセリフはやめろ。どうぞ。実はですね、私ずっとジョーロが気になっていて。来たか。ジョーロのことを考えると胸が苦しくなって、でも毎日会えるだけですごくワクワクするんです。大丈夫、俺はラブコメの主人公、自分を信じろ。ジョーロ、あなたはゲストクズを圧縮した史上最悪な女の敵です。さあさあ、長くなりそうなのであっちに座って話しましょう。話って、おい、ちょっと待て、なんでこんなところにベンチ。はいはい、まずは隣に座ってもらえますか。そうですね。実はですね、私ずっと気になっていることがあって。はい、ご定番の流れと。そのことを考えると胸が熱く苦しくなって、毎日すごくワクワクするんです。だから。ろくでもないことを俺に頼んでくるんですね。わかります、キサラギ先輩。はあ、ほら来た。三色院先輩と大賀先輩を恋人同士にするお手伝いをしてください。それはいかんでしょう。こいつはどんなことがあっても絶対に諦めない。だからこそ。負けた方は二度と三色院スミレ子に近づかない、話しかけないってのでいくから。物理的にぶっ潰す。ええー、で勝負の内容だけどな。ちょっと待ってよ、
スミレ子が関わってる罰ゲームなんて聞いてないよ。いやもう聞いただろ、これ決定事項だからな。でもおいホース、お前は勝負に乗るって言ったよな。あれは嘘だったのか。だったらこの後にパンジーとお前がどんな約束をしてもそいつは信じられなくなるんじゃねえのか。なんでジョーロはこんなことを。僕たち友達じゃないか。そうだな、その通りだよ。お前は俺の友達だ。最高に気の合うな。ならさ、こんな勝負はなしにして一度ちゃんと話し合おうよ。渡さねえ。え？渡さない？何を。三職員スミレ子はてめえには渡さねえって言ってんだよ。パッパッパッとピッパッパ。